さあ始まりました。第45回ですね。前回の鉄線戦に引き続きやっていきます。結構無理ゲーな感じなのですが、頑張っていきましょう。体当たり急所ナイス、ちょんぱ当ててくるか。耐えるしかねえんだよな。ちょっとそういうのやめて。当てて、危ない危ない危ない、まだ大丈夫なはず。ゲコンランドギだ、ナイスです。よいしょ、頑張れ。 OK、 きついなこれ、痛い。そういうね、微妙に削ってもらうのは困る。うわ、電気ショック当ててくる。はあ、わけわからんぜ。ダメだわ、嘘やん。泣きたくなるわ。どうしようこれは。今の現段階でどこまでいけるかちょっと確認したいんですが、今ジムバッジ2個ゲットしてるからね。ちょっと待ってね、いろんなとこちょっと探し、ちょっとね、いろいろ、PP リカバー3番、ああこれ取っとこうか先に。 PP リカバー取って PP エイド、ここら辺は取ったかな。石の洞窟は取ったろ。取ったっけか。どうしようかな、これこれやばいぜやばいぜ。今ちょっと研究中です、申し訳ない。嘘やろ、どう勝てっていうん。結構厳しい。麻痺直しはもうちょい買いだめする必要があるな。とりあえず一旦戻って、どうしようかな。ちょっとやばいな。まずこの石つぶて野郎を倒したいとこですが、ではその前に何かあったんだよねこっち。この少年ってさ、メガネやろ、ここら辺にあった気がするんですよ。ないか。ここら辺じゃなかったっけか。あれ？あった。黒いメガネ。これはでもこれ関係なかったよね。僕のメガネじゃないって言ってどっか行くんですよね。で、黒いメガネは悪タイプの技がよく上がるんですけど、まああんまり意味ない。マックスアップはどうやったっけな。これな、どういうアイテムやったっけ。いらっしゃいませ、ゆっくりしててね。マックスアップは体力の基礎を上げる。これはどうかな。もう多分基礎は全部もうなってると思うんで、なんとも言えないんで、とりあえずこうして、もう先ほどの戦いはやられました。電気ショックで急所終わりみたいなね。影分身6回積んでるのに電気ショック急所、はい終了バイバイみたいな。
まずこの山男を倒しましょう。で上になんか PP カバーリカバーかなんかあるので、それでまあ冷凍ビームをねあれできたら回復できたらいいかなっていう、バトルとバトル中に。オッケー、抜群。そうか、地面が入ってるから抜群なのか。オッケー、ナイス。石すべてはもう怖くないぞ。前まで冷凍ビームなかったから、石すべて体当たりで全然食らわないっていう形で だったんですが、やっと冷凍ビーム覚えて、石すべては余裕で突破できるようになりました。ワンリキーちゃんか。ワンリキーはね、まあ、調子こいったらこっちは負けるけど、まあ、冷凍ビームで3回ぐらいで倒せるかなっていう。オッケー、効率ゲー、ナイスです。まあまあね、当然ですねこれは。オッケー、あでっかい。だから岩砕きもねまだ使えないんですよ。3個目のバッチを倒せない限りは使えなかったと思うんで、ここのね先の岩砕きをする場所があるんですよね。それも多分ねできないんですよ。で PP リカバーゲットして、これ使えないんですよ。ほらよし、そしてとりあえずレポート書いて、厳しくなってきたな。どうやって近接のジム倒そう。こう波乗りでも覚えてくれればさ、あれですけど、波乗りは5個目のバッチ以降だろ。でかといって技マシンはまあここまでしか覚えなくて、しかもメロメロはあんまり効かないんでね、その電気技、電気技じゃない、コイルとビリリ玉はオスメス関係ないので、こっちは何もないか、他ないね。また挑みたいか、挑みたいけど、問題はもうまず回復しよう。まず回復してレベル上げたいところですが、どうなんかね、勝てる気がするんだけどな。頑張ったらコイル勝てるし、ビリー玉はまあ影分身積んでまあ体当たりすれば多分いけるんじゃないかとは思うんですけど、問題は自爆とかしてくるんでね、それで一発 KO みたいな、そういうオチになる可能性があるので、もうちょっと買っときたいな。麻痺直し、眠気覚ましじゃない、麻痺直しを、まあ、10個ぐらい、あと10個ぐらい買っといて、今20個あるんで、最高数はもうちょっと買ってこようかなっていうことですかね。でマックスアップはいらないんで売っときます。でお金結構あるんで、技が全部回復する。結構いいアイテムで、後で使いたいんですけど、どうしようかな。麻痺直しをあと5個ぐらい買っとこう。そんだけ最初のあれがきついので。で、でも回復アイテムも18個じゃねえ、多分ね、無理だということが分かったので、ちょっと、サイコソーダを、手動でありますが、買ってきましょう。どうやって近接倒すかな。超強いんだよね。なんで鋼が余計なものが入ってんの。電気タイプだろ、なんで鋼入ってんねんみたいな。まあ、炎があれば一発なんですけども、こちらとしてはもう水しかないから何とも言えない。さあ300円で5000円切るぐらいまで買いたいな、とりあえず。最高そうだ、うまそう、俺も飲んでみて。とりあえずこの枠までかな、時間的に。ちょっと昼から用事があるので、この枠までぐらいで倒したい。まあ、倒せなかったらまあ次枠はまあ水曜日ということになりますが、それは申し訳ないとは思ってるんですが、まあまあまあそこはしゃあないんです。
あと1個買って終わりかな。で4000円切るぐらいで。よし。で、お金はまあ4800円。PP リカバーちょっと上らへんに置いといて、まあ、この辺りに。麻痺直し25個、サイコソーダ29個。よし。戻ります。足がしびれました。ずっと同じ体勢だから。あだだだだ。まあね、ここは安全で、野生も出ないんで。で、ジムトレーナーじゃない、普通のトレーナーは全員倒したので、安心してここを走ることができます。ちょちょちょ、邪魔するなって。お前も邪魔するな。ちょ。オッケー。おいちょい。よし。オッケー。こいつ戦ったよね。戦っちゃうね。もう全員ほぼトレーナー戦ったんで、こんだけ戦ってもまだ、やばいんでね。回復したっけ？まあ一応しとこう。念には念を。問題 PP リカバーが1個あったとしても、まあ、10回は回復できるから。だから敵が超音波出てきたら、跳ねるで、まあターン稼ぎじゃないけど、まあ、消費かつね、跳ねるやったら多分大丈夫だと思うんで。持ち物はクラブか。まあ、麻痺を、最初のターンで麻痺を。ああ、どうしようかな。リカバー、安らぎ。強制ギ、主婦のスカーフ、ちょっと、持たしとこうか。クラブじゃなくて、こっちにして、まあ、体当たりの威力をちょっとでも上げんと、体当たりが結構基盤になってくると思うんで。よし、こうしてレポート書いて、よし行くぜ。さあ何回目のバトルかな。もう結構バトルやってるんですが、よしやっていこうか。絶対勝つ、勝ちたい。まず影分身がどれだけ先に詰めるか。笑い、この不思議な笑い、敵の影分身がまず1回目詰む。そして敵が何をしてくるかによるよね。まあ多分電磁波でしょうですね。で麻痺は直しておく。あの、麻痺になったら速攻で直すっていう癖をつけましょう。で1回積んでるんで多分電気ショックは微妙に外れる。で1回ソニックブーム食らったらもうダメなので回復させて、電気ショックだけでもね半分以上食らっちゃうんで。でここでまた影分身2回目積む。最高のコンディションで、影分身を積んでいくという形をとっていきます。で2回積んで、でまた電磁波してくるんで、ここで麻痺直しを使う。あ違う違う、バカバカ、違う違う、麻痺直しを使う。3回目じゃない、電気ショックは痛いな。でこれで3回目積む。もう完璧運ゲーだな。ここは敵の攻撃がどれだけ当たらないかっていう。これは回復だ。ソニックブーム当ててくるのはせこいわ。ソニックブーム微妙に20固定ダメージっていうのは、このなかなかいいダメージを与えてくるので、初期の段階の20は結構大きいのでね。5回目、外す、OK、ナイス。でラスト積みで、これでもう6回積んだんで、まあ回避率はマックスということで。でまだ今から体当たり、冷凍ビーム体当たりをちょっと、だからねコイルとレアコイルに対しては冷凍ビームを使うという。で、まあ、ビリリ玉に対しては多分体当たりでいけるんじゃないかと思います。 OK、 いきなり急所いけ、これ、うん、無理か、さすがに急所で氷漬けっていうのはなかなかないな。まあ、PP リカバーがあるので1回回復できるという形をとっていきたいと思います。
で、冷凍ビームは5回までと。とりあえず、7回、どんぐらい、全部使おうかな、このコイルあたりに。一回凍ればいいんですけども、なかなか凍らないっていう。冷凍ビーム行きましょう。で、これで半分削れてないか。おー、当ててくるね、電気ショック。で、半分食らう。急所に当たった瞬間にもう私はおしまいなんで、急所ゲーはダメですよ。オッケーオッケー、ナイスです。ナイス回避。レートビン行きましょう。ここで氷漬けにして、無理か、電磁波当ててくる。麻痺直し、オッケー、ナイス回避。で、まあ、この辺りで一応体当たり外れる。当ててくる。なんでなんでこっちの方が当たらないの。絶対ありえんで。 OK、 よし、まあ、電気ショックはうまくかわせてるんでいいとは いいんですが、ただ電磁波がきつい。多分こいつ静電気か頑丈かどっちかわからんけど、頑丈やったら、あ、でも頑丈でも1耐えるっていうのはマックスあったうちの1なんで、今その1残るわけじゃないんでね、必ず1残るわけじゃないので、もうなんとかなるんですけど、麻痺直し、麻痺はきつい。なんで果てるかな、もう敵も運だよね、こんだけ影分身積まれたらさ。超音波が当たったら跳ねるをします。耐えたい。いい傷薬を使ってくるの でここでいい傷薬を消費させておいて、まあ、後続で敵のいい傷薬が当たらない、あの使われないことを願いつつ、で多分ね次はあれしてくるので、この間に何をするかっていう話ですよね。多分回復してくるんですよ。まあでも他にすることないんで耐えたりしかないんですけど、でいい傷薬で50回復でマックス回復するんですよ。 HP が意外とあるっつうね。 OK、 急所。でも急所であれだからね、まあまあちょっと敵の攻撃食らったら回復という形で、超音波やったら跳ねる、で電磁波なら、麻痺直しという、このサイクルを、サイクルっていうか、これを繰り返すことによって倒せるんじゃないかという私の見解です。この戦ってみての見解ですね。間違えた、また何か使おうとしよった。体当たりがあと25回か。問題それなんですよね、電磁波出てくるからな。19個か。麻痺直しもなくなりそうやな、こんだけ持ってても。よいしょ、全然効かねえな。頑張れ。冷凍ビームをなるべく残しておきたいよね。そのレアコイル戦 に使いたい。 OK、 ナイス回避。急所に当たってくれ、一発ぐらい。おお、痛い。しれっとソニックブームをねちょこちょこ当ててくる。 OK、 ナイス回避。耐えたい。こんだけ大変っていうのはもうやばいよ。昔から考えたらさ、昔はなんかいろんなポケモン使ってたがいいんですけど、ヒンバスだけとなるときつい。 OK、 ナイス回避。でもこいつのこのコイルにはもういい傷薬は使ってこないので、まあここは地道に体当たりで倒すしかないんですけど、問題は痛い。問題はビリリ玉に対してどう対処していくかっていう。体当たりがねビリリ玉の時にね持ってればいいんですけど、なんかなくなりそう。痛い。 OK、 危ねえ。急所とか当たってもらったら困る、ほんと困るけん。こんだけしたやつが水の泡っていうことになってもらっちゃ困るんですよ。頑張ってくれ、お前だけが頼りなんだ。 OK、 ナイス回避。耐えたり、あ、耐
体当たり外すなよ。おお、危ねえ。体当たりを外してもらっちゃ困るわ。 95% やけんさ。おおほほほ、敵が当ててくる。おお、危ねえ危ねえ。間違わずにサイコソーダをちゃんと使わなければ負けちゃうっていう。 OK、 ナイス回避。いいですね。14回。もうそろそろレートビーム使おうか。体当たりは後続のために残しておきたい。レートビーム一発放っといて、ここでまあ効率的にし、あわよくば効率的にしてもらしてくれないよね。やっぱそんなうまくはないっていう。てか麻痺直しも10個くらい使ったよね。で最高速度ももう5、6個使ったので、で電気ショック一発でも当たれば多分ね半分以上食らうんで、やっぱソニックブームはちょっと強敵かなという。ここはもう一回冷凍ビーム放っとこう。よし、 OK、 ナイス氷漬け。いいかん。 OK、 ここでまあ体当たり、ここで体当たりってまた同じですけど、まあここで敵の攻撃を食らわずに、あと2回、ちょっと待ってくれ。とりあえずこの体当たり一発かますでしょ。で OK、 ナイス氷漬け。氷漬けいいね。 OK、 勝ったろ。よし、突破。そして問題はこのビリリ玉です。このビリリ玉をどう突破するか。自爆してくる可能性があるので、まあ、自爆を、痛い、すいませんね、ちょっと音があれですけど、まあ体当たりでどこまで食らうか。あんだけか。スパークもちょっとビビりながら、ね、冷凍ビームはまた使いたいんだよな、後でね。体当たりしてスパーク、はい、まあ体当たりでいけるでしょう。7発あれば多分 OK、 ナイス回避。今お前ならいける、お前ならいける。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。敵の攻撃はまだ一発も当たってないぜ。オッケー、神回避。よいしょ、急所ナイス。あ、耐えろ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 。オッケー、よし、一発は耐えるか。問題はレア氷で。オッケー、意地傷せよ。ここで使ってくる、ここで使ってくることによりレアコイルにはもう使わないというのが分かるので、で冷凍ビーム一発放っといて、で氷漬けを狙う。でまあ PP 回復するでしょ。でその後にレアコイルに対して冷凍ビーム放って、まあ、氷漬けにしたところを叩きのめす。でここで体当たりかな。もう冷凍ビーム2回放ったからな。とりあえずここで急所当てて、おーじゃい、耐えろ、お前ならいける、お前なら、おいしょ。あ、麻痺はやめて、麻痺はやめて。 OK、 絶対おかしいって、絶対おかしいって、おかしいでしょ。嘘やん、影分身6回積んだよね。何で初見当たるかな。麻痺直し、耐える、いけるか。絶対おかしい、絶対おかしい、絶対おかしい、絶対おかしいって。もう元気のかけら必要じゃんこれ。はい、無理ゲー、はい終了。なんでここまで頑張ってからさ、スパークで急所当たらないかんの。こっちは急所あんまり当たってねえぜ。うっそやん、ヒンバスちゃんもうちょっと頑張ってよ。まあでもヒンバスが悪いわけじゃないよね。敵のコイルが悪いよね。コイルじゃない、ビリ玉。何急所とか当ててくれちゃってんの。これはまずいな、進まなくなったな、ここで。まだもうこれを増やしたところでね、PP リカバー、いい感じのとこまで行ったのにな。どうしようか。
どうする？元気のかけらってどこでゲットするの？それが欲しい。ないもんな、元気のかけら。前使ったけんさ。元気のかけら買うとこないやろ、ここ。大きいデパートがあるわけじゃないし。ないよね。ですよね。元気のかけら、君持ってない？あと4分早い。まあでも、あれ使えば多分結構いけるんじゃないかなって思うんですよね。その、なんだ？プラスパートがそういうの。でもそれしてしまったらね、もう何でもありやもんね。私的には使いたくないんだよね。水は乗れないし。ここは岩砕きのやつやろ。これ自転車だろ。もうレベル上げるしかねえのかな。レベル上げたら多分いけないことはないんですけど、他のやつらはこうやって全員戦ったしな。時々皆さん更新してね。みつるくんなんか持ってないの？違うか。もう今日はここまでになりますかね。みつるくんなんかください。くれないの？ほう、溶けない氷とか欲しいな。それだけ？ピカチュウピカピカ。ここはなかったっけ？元気のかけらぐらいも売っててくれ。ないよね。エネコの尻尾とかいらないし。効果が上がる。これ欲しいな。でもダメやな。厳しい。あと2分か。もう終わるかな、そろそろ。ちょっと次水曜までにちょっと考えときますわ。どういう風にして勝つかっていうのを、あれを使わずにね。回復アイテムを、あ、違う、能力値上げるアイテムを使わずに勝つ方法をちょっと考えてみますわ。それじゃあ、ご視聴いただきありがとうございます。水曜日にやるかもしれません。はい、それじゃあお疲れ様です。じゃあね。